こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。開封動画です。よいしょ。今日は何かな？うん。寒いのよ。家の中でも今朝は息が白かったですよ。え、2つあるやん。1個やないんや、これ2つ重ねになってるわ。で、これと2つ買ったよ。同じ、よいしょ、同じ組み合わせや。よいしょ、何の詰め合わせかというと、フルーツインほうじ茶オレとフルーツイン抹茶オレです。はい、では今日はこれを実況試食、また行ってみます。行ってみます。じゃあどっちからしようかな。ほうじ茶から行きます。3食入りなので、これも朝食ダイエットを機会に使えるかなと思い購入いたしました。ダイエットなかなか進まないです。元の体重に戻るかな。こっちも1個ずつ開けます。混ざるといけないので、ちょっとこれここ置いといて。フルーツインほうじ茶、フルーツインほうじ茶オレなんですけど、アップル&バナナって書いてるわよ。あのこのアップル&バナナドライチップがついてくる。え、どこに入ってるの？この中に一緒に入ってるのかな。一緒に入ってるのかな。まあ、やってみます。お湯を入れてくるね。はい、お湯を入れてまいりました。そしたらば、お湯を入れて、それはここからスッと開きそうです。中にちょっとなんか、あ、入ってるのかな。茶色い色してるよ、ほうじ茶だからね。あ、入ってる。ほら、グラノーラみたいなチップが入ってます。これがバナナ&アップルみたいですね。寒いのであったかいもの飲みたいので、ではいただきます。 お茶の味、かなりほうじ茶の味が濃い。濃いめにしすぎたかな。150ミリに溶かすって書いてますので、これぐらいだと思います。これなら飲んだっていうより食べたっていう気分になりそうです。はあ、あったかい。味がお茶なんだけどクリーミーで、結構このようにアップル&バナナが浮かんでいるので、食べる感覚もあります。ほうじ茶の味がかなり濃いので、グビグビいけるような感じじゃないですね。あったかいのでゆっくりいただくような感じかな。駆けつけって感じじゃないです。バナナ&アップルが別じゃなくて、じゃあこの袋の中に一緒に入っているのがいいですよね。面倒ないからね。それではこちら
フルーティンマッチオーレの方をチャレンジいたします。こちらはストレベリー&マンゴーが入っております。お湯入れてきましたけど、さっきの一杯で結構なんかお腹にくるわ。これ置き換えダイエットにいいと思います。お腹満足します。もう一杯飲むのはちょっとあれ、かなりもう一杯飲むのはかなりこうお腹にきそうなんですけど、飲めなかったらとこでチンするして飲むということで、これもちょっとご飯が2杯飲んだら十分ご飯代わりになりますね。では入れます。これどうか緑色してるよ、結構緑色。すぐにこう液体自体がかなり真緑、抹茶の量が多いのかな。さっきのほうじ茶もかなり色濃かったんですけど、抹茶もすごい色よ。普通の抹茶オーレとかに比べて、普通の抹茶オーレってさ、こんな濃くない。結構これ濃い。はーい、マンゴー&ストロベリーで浮かんでいる色が緑色の抹茶の上に結構ほら赤いし柿色ね、これいちご。多分ね、これしばらくしてると、さっきもそうだったんだけど、しばらくしてくるとこのドライフルーツが膨れてくんだよ。最初はそうでもないんだけど、粉まみれでちっちゃいんだけど、だんだん膨れてくんだよ。さてちょっと飲んでいきます。まあ予想通りお抹茶の味がすごい。グリーンティーとか抹茶オレとか言うんじゃなく、本当にお抹茶したいって感じね。お抹茶の味がすごい。グリーンティーとかはお抹茶だけじゃなくて、お砂糖とか果糖か何かで量かさ高くしてるけど、これすごい抹茶味。いただきます。もう一度いただきます。立てて飲むお茶ぐらい抹茶って感じですね。甘さはどうかな。甘さはほの甘い程度。ただ上に乗ってるグラノーラのいちご&マンゴーが甘いので、一緒に飲んで口の中に入ると甘く感じるんですけど、オーレ自体はそんなに甘くないです。だいぶ膨らんで柔らかくなってきました。これ2杯飲んだらお腹いっぱいになるよ。これ毎朝飲むときついかも。抹茶の味がきつすぎる。たまに飲むと豪華だよね。こんだけ豪華だと、金時にかけたらめっちゃ抹茶味になりそう。今寒いからそんなのしないけど、夏だったらグリーンティーかけるよりも抹茶ですね。たまらないようにくるくる回してから、こちらもこちらも濃ゆいので苦味が結構口の中に残りますね。これだけたくさん抹茶やほうじ茶が入ってるっていうのは豪華だと思います。はい、どうぞよろしかったらお試しください。置き換えダイエットにもいいかと思います。ドライフルーツのチップも入っていますし、置き換えダイエットによろしいかと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見ご要望ご感想をコメントください。ではまたね、バイバイ。できています。
姉の膝へ。関係遠い。キュウリ。